こう。いいっすよ、撮っていけ。うん。いや、いいよね。こっちもこうなる、こういう。エレベーターもあるし。で、何回行くんだろう。上に上がるんです。あ、上に上がるんだ。エスカレーターもあるんだ。やばい。そうやって感動してくれると僕もなんか初心に帰る、うん、ちょっと待って一回こういうドアもねハッチだね。ハッチ。なえ何階何階なの？多分これで到着だと思う。一番上。はい、はい、最初。これ24かな。これは何？ここはなんかあ食堂。はい。ちょっとちょっと。健太郎さん。ん？椅子の下見てください。何これ？ああ。で、やってんだ。転ばないように。トイレには全部手すりついてない。あ、そうだね。揺れてもね。すごい揺れちゃうから。うん。ここが一般の。あ、そうなんだ。はい。僕たちはこっち。ドライバーさんしか泊まれない。うん。ここはドライバー室と。あ、ここなんだ。そう、別にあるんですよ、贅沢な。本当だ。で、3人でも入れるよってことだよね。入ってる。超ラッキー。ここが談話室で、うん、あ、マジで最高のスペース。マジでラッキー。遊べますよ。僕だと思います。あ、向こう。あ、こんな風になってんだ。出航がすごくいい。うん。船のデカさがすごくわかる。うん。これはすごい。あ、これはボディに取り付けられちゃったパターンだね。これはで、これをつけるんだよね。これをさん、北海道八丈駅ですね。初めて。あ、もう俺は今から北海道だ。俺が今日か今瞬間北海道だ。北海道に上がった瞬間俺ビデオに録画しちゃったという最高のね、思い出に残りましたね。思い出に残る。でも記録にも残っちゃうしね。もうメディアにもね、これからねいろいろと流していきますよ。うわ、これはね苫小牧だよね。そうです、苫小牧です。苫小牧初仙台行きフェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ。いいじゃない。はい、でかい、あの船超でかい。ジャスコぐらいある、ジャスコぐらいちょっと巨大なイオンモールぐらいある船でですね、北海道は苫小牧まで渡ってまいりました。一般乗船客の方はですね、このこれを今度は撮ってみたいよね。こういうね、あそこまでこういうので通ってって、でわあ、こんな感じの天気ですよ。まあ、これがね、逆にね、これ晴れちゃってたらバチ当たるでしょ。軽くは、うん、変わりゃ無理ですよ。ここはね、ちゃんときっちり雨を降ってもらわないと、僕たちだとね、運が悪くなっちゃいけないからね。今ね、今はもうここは我慢、ここはこれを楽しむ。今日は天気が悪いぞと。天気が悪い苫小牧を楽しむとね、
Okay. だって 90% の人が苫小牧だって晴れてんだよ。俺たちラッキーな 10% は降ってる。もう朝まだ6時になってテンション超高いからね。すごい北海道はすごい。北海道はこれでもね、北海道やばいからね。だって俺室蘭って書いた看板見たことないもん。すごいんだから、すごいこれ1個目、これ北海道について俺1個目の信号だよこれ。ちょっと名前、交差点の名前をとってとないね、交差点の名前ないね。やっぱ北海道でかいから交差点にいちいち名前なんかつけない。すごいんだな、早いんだな。